はい、皆さんこんにちは、ドラゴンキットでございます。本日は FIFA19 の監督キャリアモードの方をやっていきたいと思いますが、現在名古屋グランパスなんですが、5試合終わったんですね。で、5試合終わって1勝3分け1敗ということで、勝ち点6の、10位という順位ですね。このようですね。まだ1勝しかできてないんで、ちょっと引き分け多すぎるなっていう感じなんですよね。なので、頑張ってこっから上がってはいきたいんですけどね。なかなかゴールが決まんないというところで、で、今回なんですが、ちょっと見てみますか。カレンダー。この前土曜日ってやったら1週間ですね。1週間相手の、コンサドーレ札幌戦ですが、こっから中3日でベガルタ、その後中2日で勝ちまっと、これちょっと日程がキツキツなんで、ちょっとね、この3チームちょっと今の状況見てたんですか、ちょっとそれによってスタメンとかでバランスを決めたいと思いますが、札幌はちなみに14位で、まあ、倍と同じぐらいのレベルですかね。で、あと、ベガルタと、カシマントなんですが、大体同じぐらいか。ベガルタはまだ負けなしだけど、8得点、5失点か。まあ、カシマはそんな得点を取ってないんで、4ゴール4失点。で、コンソールはまあ、守備がちょっと脆い感じかなっていう感じなんで、どうでしょうね。ベガルタはちょっと守備重視。で、アントラーズはまあ普通に行って、コンサドーレがちょっと攻撃重視でいいかなっていう。守備が脆いからね。日程的には札幌が最初になって、ベガルタか。ああ、なるほど。ってことは、ベガルタはちょっと守備固めしたいんで、今回ちょっと攻撃的にいきますか、メンバー。ね。こういうとこがちょっと大になってくるんですが。さあ。まあ、なんで、ちょっと、どうしようね。って言っても十分もう攻めっちゃ攻め重視なんですけどね。そうだね。アーリアもできるんですね。攻撃64、ちょっとあれか、前田を変えてちょっとアーリア入れますか。アーリアを入れてどうしようかな。まあ、マテウスは、まあ、せっかくなんで、やっぱ。ちょっと、ボランチは両方と、ちょっと。ちょっと、米本出すって手もあるか。ちょっと、どちらやったら、ちょっと、小林は、ちょっと、守備型なんで、ちょっと、途中から出す感じですね。ちょっと、米本、初スタメン出すか、ちょっと、米本とシミット。シュミットか。ジョアン・シュミットで、まあ、センターバックは変えれんよな。中田もそんなに今調子はあれなんですが、まあ、いいでしょう。ちょっと米本と長谷川リアスだけ入れて、で、もだリザーブは、でも、カナイ。カナイとクッシー。泉変えるか。で、
ここは、うん、まあなんだかんだ一応小林シュート残しとこう。どうしよう、やっぱ相馬入れたいね。相馬、青木とどうだろう。ただ青木の方がスピードもあるんだよな。そうだな、青木の方が確かにいいっちゃいいんだ。ちょっと青木に任せる格好は。で、こんな感じでいいかな、とりあえずは。ネットも入れ、まあ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 。じゃあネットは、だから外ジャンク一応5人って決めてるから。そうっすね。とりあえず、これでいいかな。うん。よし。では、早速始めたいと思います。札幌です。まあ、格下とはいえ、まあ、確実に勝ちたい、ここは。はい。じゃあ行きましょう。サッカーファンの皆さん、こんにちは。西岡明彦です。福西隆です。今日はよろしくお願いします。これはアウェーかな？今日はアウェーチームはどうでしょうか？チームはここまで計画が見えません。上位ランクでのフィニッシュを目指し、シーズン仲間までにはここアウェーだけど、まあやっぱ勝ちが遠いからね、今のとこ。第3節で勝ってから2試合連続引き分けか。ちょっとまあ状態は悪くはないんですけどね。ちょっとこの前はちょっとまさかの失点があったんで1対1で負けましたが、まあやっぱ得点が少ないよね。守りはいいんですけど、5試合で2点しか取ってないんでね、ちょっと苦しいよね。まだジョーのヘディングとシャビエルのシュートしか、この J1 リーグはないんでね。さあ、松尾さんの審判です。うん。ここで勝てば7位まで上がる可能性はあると。うん。まあ、下を引き離したよね、まだね。さあ、コンサドーレは、アンダーソン・ロペス、ああ駒井とそんなすんだよ。さあちょっと今日はバランスよくこの米本が頑張ってくれると期待。まあ長谷川ジャズルは高さあるんで、まあ城本と長谷川ジャズルの高さに生かすって言っても困った時の高さありますからね。今日オッケー、うまい。あー惜しいな、しゃべる。うわやべ、抜かれた。あーやばいぞ。よし、なるありやま、ここがキャプテン。あぶねー。じゃあボールを取ったどこへ出すのでしょうか。いや惜しいな。よし、これは、あ、やばい。あ、よし、よしね。ちょっと今、立ち上がり悪かったね。さあ、中谷から。OK! よし、アリア！ここは倒されて。さあ、チャンスですよ、これ。ああ。OK。しゃべる。宮原和也。ああ、倒されたか？ああ、マジか。OK。ああ、ただ、ちょっとバランス悪い。危険な位置です。オッケー、ナイス、米本。さあ、チャンスよ。さあ、よし、開いた。さあ、あと長谷川ジャスル。クロス、ジョーラー、よっしゃー。まず1点先制。よし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 。
素晴らしい。いやー、さすが高さのジョー。今シーズン2得点目。まあ、すべて頭ですがね。いやー、まず右サイド開いたのがあったから、ジョーが確実に決める。よしよしよし。困った時のジョーだ、やっぱ。オッケー。よし、先生だ。よし。余裕持ってもう、あ、ラキラキ。えいえいえい、待ってです、待ってです。えい。急いで入れます。足を止めませんね。あー、くそ。キム認定。キム認定。よし。オッケー、いいよ。米本、シャビエル。シャビエル。長谷川、アギア、ジャスー。立ってに、あー、ちょっとシャビエルタイミングが分かったか。あー、よしよしよし。ただ、ここは、ここまでキープ。米本、あ、やべ。あ、なしたよ。うまい判定ジョーシュート、そのこぼれたボールシャミ、あー、オフサイドか。あー、いや、ただここよく判定したジョーの、た、いやー、キーパー真っ白だ。いや、全然いいぞ。あと意外とこの米本が効いている。やっぱ米本はね、やっぱあの、ボール出し力が高いんでね。オッケー。さあ、ジョー、シャビエルから。さて、ジョアン・シミット。さて、シャビエル。さて、ジョーが開く。ジョー。後ろから！ああ、やばい。ああ、もったいない。ジョーがかなり、マイナス入れてきたが。いいよ、いいよ。よし。あ、ルイか。よし。やばい。やばい。よし、オッケー。チャンスよ。ああ、何もったいねえ。ああ、落ち着いてるな、あ、チャンス。ああ、待ってよ、そし。わーっと。OK。よし、とりあえずクリア。よし。ここはチャンスシュート。あー、ダイレクト、これは危ないぞ。よしよしよし、クリア。オッケー。さて、長谷川、ジャスール、ワンタッチ。はい。いいよ。いやー、惜しい。気をつけて、気をつけて。なんかいる。やばい。ここはクロスのチャンス。ナイス。よしよしよしだ。さあ、よし、ラッキーラッキーラッキー。よしよしよし。素早くボールを入れました。速攻狙うかもしれません。さあ、チャンスだぞ。ジョーシートよく見ている。よしよしよし。さあ、長谷川、ここは無理しない。サイドのスペースを使います。よし、うまい。あー、けど長谷川。あー、長谷川リズスル。やばいぞ。あ、よしよしよし。どっちボール？あ、こっちボール、ラッキー。長谷川、アギア、ジャス。やばい、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 やばい。あ、バカ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 。何やってんねん。さあ、気をつけよう。やばいぞ、ナイスクリア、丸山。よし。コーナーからゲームは再開です。よし、いいぞ。これもう大丈夫。よしよし。これっけ。いいね。いい、いい形。待ってうす。あ、待ってうす。オッケー。あ、やばい。いいところ。やばいぞ。やばい、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 ナイス。
吉田、いやー安心できんな本当に。いやここはやばい、ナイスランゲック、オッケー。シュートが正面でした。ジョー。やばい、危ない、いやー攻め込まれてる、いやー何やってんだよマジ。よし OK、 米本からアーリア、サイド流す宮原、ジョー、うまい、あー引っ掛けた、くそーだねー、シャミールからパス、まあまあけど悪くない。ゲームはハーフタイムに移ります。ハーフタイムですが両チームに差はほとんどありませんね。後半のキックオフ、今度はグランパスボールです。もう点差も1点差しかないから、もう疲れてきた、回はどんどん、さてさあマテウス、うまい、ジョン・シミット、ああ見てるな。やばい。怖い。よし。一度キーパーに戻しますね。オッケー。つまらないミスでボールを失いました。うわあなんだよ。ラッキー、あ、いや、やばいやばいやばい、オッケー、いや、あ、オッケー、よし、スローインです。あ、もう変えますね、試合に変えて、あ、小前怪我しましたね、綺麗に上がった、よし、オッケー、いやーけどもセットプレー怖いな。OK、クリア。OK、チャンス。じゃあいいよ。ああ、惜しい。OK、OK。なあ惜しいわ、ファストオーラーだったか、いやーよくディフェンス間に合った、向こう、いやー惜しいなー、オッケー、一回落ち着け、よし、あぶね、よし、うまっ、長谷川、いやーくそー、あー展開悪くなかったけどねー、あーこれジョン・シュート、ナイス、あ、やばい、これやばい、やっちゃった、やばい、なんかいないよ、危ない、よし、さあ吉田、はい、マテウス、縦に送る、ジョーが行く、いやー惜しい、ただ向こうはちょっと苦し紛れ、あ、やべ、取るか、うわ、取るか、チャラティップ、チャラティップがここにいるのか、サイドのスペースを使います、やばい、ナイスキー、止めましたが、まだインプレー、いや、最後2人いけ、よし吉田、オーケー、ナイス、しゃべる、チャンス、そってジョー、うまい、いやーうそー、オーケー、はいか、いやー
一人選手がピッチに倒れています。よし、肉離れでしょうか。あーっと、ただあーりゃ、よし、あー惜しい。ちょっと選手変えるか。いや、ちょっとやっぱ守備と疲れてきたから、やっぱこれバランス、やっぱこれバランス守備型のやっぱりこう小林を入れよう。小林入れて、あとどうしようかな。確かにちょっと吉田も疲れてはきてるな。あ、でも待てですか。待て、いや、長谷川ありやすいだな。やっぱ、中盤。金井かな。金井変えて、ちょっと、やっぱここは、吉田に頑張って待って、待てです、変えるか。かないか、2枚替え。ここでスローイン。よしよし、選手交代があるようです。あ、岩崎もここ置いてきた。よし、ここはもうか、小林にも安定感の守備で。小林勇気、はい、小林、あ、ちパスは完全に、あ、やばいぞ。選手が一人倒れていますね。お、誰だ？ナイス！オーケー！オーケー！ナイス！サイドからの攻撃を狙います。ああ、吉田！しました。ここはどうするでしょうか？このまま終わってしまうのでしょうか？いい形でゴール前まで持ってきました。ちょっと、誰か怪我した？怪我したんで大丈夫？よしよしよし。タッチライン終わりました。オッケー。あ、向こうロブス変えた。ピッチの脇に待機しています。また外人できた。あ、向こうか。よしよしよし。先方に運びました。あー、怖いよ。陣内に押し込んでのスローインになります。すごいクロスだ。やばい。オッケー。ナイス。冷静にクリア。クロスを狙ってきますか。これ以上、うわー、いいクロスだ。よし、オッケー。よっ、あー、ちょー、やばい、オッケー、パスは通りません。オッケー、ディフェンスに勝って、いけいけ、チャンス取って、ジョーから、あー、マジか、潰された。ノーガールかよ。オッケー、チャンス、やっと、いやー、ちょー、これはいいところにいました。ナイスインターセプト。あ、バカ、よしよしよし。ここはキーパーに預けます。はい、ランゲラック、いや、それでよし、じゃあこれ最後変えよう。これ時間を使う。あー、もう吉田が疲れてるな。青木入れるか。青木吉田と交代で、青木を前、かなり後ろ。よし、 OK、 勝ったでしょう。さあ、吉田、よく頑張った。これは回は動きます。さあ、守りきれ。よし、もう時間ない。もう、よーし、あー、よかった。あー、2試合ぶりに勝利。まあ、得点はやっぱ1点しか取れなかったが、よし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 。福
福西さん。いやー、今日のスタメンのメンバー外が構想した、はい。この試合を勝てたのは自信になりますね。よし。じゃあ、ハイライトのところのシーンですね。ゴールのシーン。まあ、ここはって言っても、そんなに難しいあれじゃないですね。あ、これ何、ね、これ選手映ってね。あ、ここですね。これアーリエがもうボールで、まあ、これまずワンツーで抜けたんですよね、ハーリアルが。で、まあ中に置いると。あ、ジョンとかフリーですもんね、ちょっと。いや、わずかに違いませんが。ちょっとあった。カメラワーク悪いな。あ、あった。ちょっと、もう一回いきますか。はい。ここで、ちょっとね、ちょっとカメラの位置が悪いね。あ、これでいいか。まあちょっと、見づらいんですが、多分この、奥、ボール、ギリギリ上の方に見えるのが、ボール持ってるのあれ、長谷川ジャスで、その、縦に3人、名古屋の選手がいると思うんですけど、これ、米本が前に行って、シャビエルがその後ろ。で、ジョーですね。で、こう見ると、まあ、米本がニアサイドの方でボール要求するんで、まあ、そこにディフェンスが今1人ついてると。で、もうこう見ると、もうディフェンス陣がもうみんなボールウォッチャーになってるんですよね、もう、長谷川ジャスの。で、この時点でもうね、シャビエルとジョーがもうドフリーなんですよね、ここで。で、ここで、中、ちょっと中を、いや一瞬、米本の、つこうかなっていう10番の選手が、一瞬ここで、中を見る。で、シャビの位置を確認していこうかなと思ったんですが、米本が言ってるんで、やっぱり米本の方につくかな、どうしようかなってこう迷ってるところですね。で、ディフェンスライン2人はこれ揃いますよね、これ。で、向こうまたボールウォッチャー。まあ、ディフェンス見てないですよね、このシャビエルとジョーのところ。で、ここでシャビエルがディフェンスの背後を取る。で、ここでディフェンス、弱く、これ、これですね。このタイムリーは、確認したね。ここまでずーっとボールウォッチャー。ずーっとボールウォッチャーで、ここで、初めて、存在に気づくシャビの。で、ここでずっとやっぱ使わざるを得ないってこう、つく。で、ただもう一人のこう20番の選手は、20番、70番 ?20 番か。20番の選手は全くもうずーっとボロっちゃう。もうずーっとここ見てくる。ずーっと。5番の選手は最後上がるかの寸前でようやくシャベルを捉えたんですが、確認をするんですね。ここで確認をするんですが、ジョーとかはまだ誰も気づいてない。もう20番の人はまだ見てない。で、ここで長谷川が上げる。で、まだもう20番ボールウォッチャーになっている。ボール来て、ボールずっと追って、これでもジョーが飛び込むと。もう遅いですよね。もう、この最初のこの、まあ、20番の選手をずっと見てもらえばいいんですが、はい、ボール見る。まだボール見る。ボールを見る。まだボールを見ている。5番の選手がここでやっとシャビを確認。20番まだ見てない。ここでボール上がる。ずっと、ボールに合わせようとする。そこにジョー。まあ、これは向こうのディフェンスのミスと言っていいでしょうね。まあ、ただちょっとね、もうランゲラクの今日セーブに阻まれて、助かったってことじゃないですか、これ。もうこのままおしゃべり。ランゲラック。あ、こっちだ。これはあれか、相手か。これもランゲラック。そって、これも、ランゲラック。まあ、もっと危ないとこあったんですかね。はい。ということで、名古屋は無事、勝利ということで。これで、7位まで上がりましたね、順位。いまだに得点は少ないんですがね、3点って。得点は一番少ないじゃん。横浜マイナスと同じで一番少ないですよね。ただ7位。やっぱ失点がもう一番最小なんで。よしよしよし。
さあ、そで次回ベガルタで一応隠したっちゃ隠した、ベガルタはもう守備方の、あ、守備方といっても今回ちょっと失点したな、多分これ9、うん、9得点8失点ってちょっと多く終わっちゃったね。まあまあ疲れを見てちょっとまああれですね、様子見ですかね。はい、ということで、次回は、ベガルタ仙台戦中3日でお送りしたいと思います。以上、長岡ナンバーズの戦いでした。